山ちゃん食堂さんからですね、動画が送られてまいりまして、山ちゃん食堂っていうのは、その塩ラーメンをね、軸に、いろんな、こう、展開をしていくのかなと思ったんですけども、今回は、ネギのことで、なんかね、動画の方にしたそうです。本当はね、塩ラーメンで行くんだったら、塩ラーメンで一貫性を保った方がいいかなとは思うんですよ。特にまだあんまり動画数が少なかったりとか、チャンネル登録者数の方が少ない時っていうのはね、なんか専門チャンネルって扱いですよね。で、もちろん、今回ネギなんですけども、前回もネギを使いましたから、もうネギチャンネルで行くんだってことですからね。もう毎回毎回いろんなネギのいろんな料理を紹介する。でも、それでもいいと思うんですよ。ネギ好きな方結構多いですからね。それでですね。今回のテーマは、体ポカポカネギチャーシューということで、なんかネギのね、効能について語られているところがあります。ちょっと残念だなぁと思うところなんですけども、すいません。聞いていただければ幸いでございます。もちろん、私が言うことが全部全てではないんですけども、ちょっと再生してみますね。動画が始まって20秒ほど経ったんですけども、この20秒で、おそらく多くの方が離脱する可能性が高いっていうことなんですよ。この動画がではないですよ。この動画じゃなくて、最初の20秒ぐらいで、なんかこの動画期待できないなと思ってよそに行っちゃうとかね。そういうことが起きうるんですよ。だから最初の20秒とか、もっと言ったら10秒ぐらいに、どのぐらい動画に期待させるかっていうところがポイントなんですよね。そうするときに、ちょっとテロップが入ってなかったりするんですよね。で、今日はどんなことをするのかっていうことを入れておくといいかなっていうのと、あとですね、どんなこう悩みを解決する動画なのかってことをね、最初に訴えかけておくといいと思います。例えばね、冷え性で困る方とか、この時期、そうですね、体を温めたい方とかっていうふうに最初の方に語っておくと、あ、自分のこと言われてるじゃんって方が最後まで見るって感じですよね。で、これ最初の10秒20秒では、やっぱり動画見てる方が自分に関係があることなのかどうなのかちょっと分かりにくいと見てくれなくなっちゃうんですよね。特にハムは出てきてるんですけども、肝心なネギが全然出てない状態ですんで、ちょっとまあそこら辺かなと思いますよね。で、もう一点申し上げますけども、ここがすごくもったいないんですよ。実況放送してくださったりとか、あとテロップがない状態とか、音楽もないし、会話もないんですよね。で、ない時って、どうするのかってことなんですけども、ここなんですよ、もったいないっていうのは。この動画説明欄に、こういうね、すごくいいことが書いてあるんで、これを、こちらのね、動画を案内しながら、セリフで言うとか、誰か声優さんみたいな人にね、言ってもらうとか、喋ってもらうとか、あと、テロップで語っていくでもいいんですよ。そういうふうにすると、動画を、こう、この文字を読む、テロップを読むことに対して、動画がどん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 、視聴者さんがね、離れられなくなるっていうことで、最後まで見ていただけるようになると思います。で、そういうことができるかなと思いますよね。もちろんこれ動画がダメだよって言ってるわけじゃないんですよ。ここにせっかく書いてるんだったら、実は動画説明欄ってね、ほとんどの方読まないんですよ、こういうところは。で、動画に共感した人が読む可能性が高いんで、ここにね、書いてあることってのは実は、なんだろうな、動画って何かっていうとね、動画と文字の違いっていうのは、文字っていうのは、もう本当にこう、主体的に読んでくれるんですよ。興味を持って積極的に。学習意欲の高い人が文字を読むんですよ。で、学習意欲の低い人ってのは、だだ流れてくる情報をね、テレビみたいな動画を見るんですよ。動画をぼーっと見ていたら楽ですからね。でも文字を読むのってのは、動画をぼーっと見るのに比べて疲れるんで、だから実はこの文字みたいなのは、こっちの動画の方に音声として入れるか、せめて文字として入れてテロップでね、やった方がいいですよね。この、ごちそうさまでしたっていうのもいいんですけども、どうせだったらこの辺の空白なところにね、これから今やる料理ってのはこういう効果があるんですよと最後まで見たら、あなたはこの料理でね、あなたの食卓にも、いろんな肝機能促進したりとか食欲を増進したりとか血液をサラサラにするようなそんなね、作用がある料理があなたも作れるようになりますってやっとくと、なんか健康に良さそうだな、このチャンネルと。次はどんな体にいいことやってくれるのかなとかね、健康の問題を解決してくれそうな、食事を提供してくれる、食事情報を提供してくれるチャンネルだなっていうふうに評価を受けやすいから、登録してくださったりとかね、
グッドを押してくださったりとかっていうのになるんじゃないかなと思いますよね。そういうふうに考えてみるといいと思います。まとめますね。作った動画は誰のどんな問題を解決するのかってことをいつも考えておいた方がいいってことですよね。そして考えついたら、動画説明欄に文章をたくさん書くよりも、この動画の中にたくさんのね、ここで書いてある文章を音声かテロップで埋め込んだ方がいいかなと思いますね。以上です。ありがとうございました。また投稿してください。